ゼッケン207番酒井真由。遠藤仁美対酒井真由の2回戦第4試合です。正面にレイ、お互いにレイ、構えて始める。遠藤選手は世界チャンピオンの上田美希夫選手と同じ同門ですから、はい、いろんな面で刺激を受けて今大会臨んでるんじゃないでしょうか。やはりチャンピオンを取りたい、まあ、全日本の去年の女子ウェイト系制の、重量級のチャンピオン、この選手権を取れるかどうか。対する酒井真由はこれどういう形で攻略法、糸口を作っていくかでしょうか。そうですね、フットワークを使ってきていますが、まあ、酒井選手はもうまともに相手の正面に立たずに自分の攻撃を当てていく、はい、まあ、遠藤選手はもしくは相手を捕まえて一気に畳みかけていくというところだと思います。酒井がかなり間合いを取っていますが、これやはり容易に組まれたくないというのがあるんでしょうか。そうですね、残り1分、フットワークを使って糸口を作ろうとする酒井に対して遠藤は落ち着いて見ていきます。押し込んでいく遠藤。遠藤はこの戦い方で大丈夫ですか。そうですね、ただまあ、もうあと残り30秒ぐらいになってくると、はい、もうちょっと攻めないといけませんね、はい、少し前が短くなって蹴り、そして、はい、ちょっと出ましたね、中段突き、ちょっと下がった酒井、ここで蹴りが出てくる、遠藤が前に出る、遠藤選手出ましたね。はい、構えて、ここで本戦終了。まあ、最後に前に出た遠藤選手のポイントをどう審判が評価するかというところですね、はい、判定を取ります。判定、白4本上がりました。主審も白5対0、遠藤仁美まずは酒井真由を下して準決勝に進みます。審判交代します。はい、正面にレイ、待って、レイ、待って、レイ。